あれ戻ってきた。また戻った。復活しましたか復活。ただいまです。うわあ、またなんかおかしくなってる。戻ったよ、ヤッホです。ふっ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 。うわあ、またアバターがでっかく映ってる今待ってくださいね、調整中。うわあ、タタ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 。よし、画面戻った。よし、戻った戻ったー見せすぎ見せすぎ。ご期生おひらがな HKT さんのご期生。え、めっちゃ真っ白やない。戻りました。つったか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 ただいまです。ただいまです。ああ、なんかやばい、自分が映ってないです今めっちゃゴリポンがでっかく映ってますあれじゃ、なんでやねん。戻れ戻れ。あ、戻った。よし、やっと戻ったうん、OK、ただいまです。ただいまです。マジそれではやめましょう。反省文、反省文系。トゥ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 ルルトゥトゥトゥ。それでは、それでは次の企画に参ります。はっはっ、コメントがめっちゃ下になってる。もうだった。お盆です、お盆です。じゃじゃーんじゃじゃーん、今日はたこ焼きを持ってきました。じゃじゃーんよいしょ。今日は新しい企画の、この前お風呂が終わったのでたこ焼きを持ってきました。じゃじゃーん、はっはっ、じゃじゃーんトゥ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 ルルトゥ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 。じゃじゃん、すごいでしょ、めちゃくちゃ本格的っていうかここにたこ焼きの穴がちゃんとある素晴らしいやつを持ってきました。たこ焼き、これなんか前やったことある気がするんですけど、もう一個あったのでやりたいと思いますもう一個あったのでやりまーす。ヤッホー。あ、まず切り離さないといけないやつだ。あ、いや、おっと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 、戻った、戻りました。じゃじゃん、まずは切り離していきたいと思います。ヤッホーい。こうだな。やっほー、駄菓子屋さんやラーメン屋さん、かわいやきがなかったなんでやねー。よいしょっと、よいしょ、切り離せました。握手会ゆかちゃん会いました。顎を触っ
で帰りました。そう、縁起が良い顎を触って帰りました。明けおめです。早くない？明けおめですって言ったけど、はい、オッケー、切り離しました。 1,2,3,4,4つ。そうしますと、たこ焼きを作ります。よし、そうしますとですね、あ、まずタコを作るらしいです。トレーのこれですね、音符のやつに一杯のお水を入れます。たこ焼きです。じゃじゃん。これを、このお水を一回分入れたいと思います。これは集中がいるやつですね。集中がいるやつですね。よいしょ。さあ、いきまーす。うぅー、ストップ。水面張力。水がぷくっとなってます。すごい。じゃじゃーん。水面張力かいね。なんだっけ。表面張力か。表面張力。忘れた。表面張力で水がぷくっと上がるやつですね。めっちゃ満パンに入れたから大丈夫か。とりあえず OK とします。そうしたら、タコの素、どこだ、ありました、タコの素を入れていきます。いやいや、手際がいい、手際良きですよ。めっちゃすぐ終わります。お、たっちゃん初見ありがとうございます。あいで、ダダン、 ST48 広島県出身の14歳、ありちゃんこと峰吉ありさです。よろしくお願いします。よかったら右上のハートを押してルームフォローよろしくお願いします。たっちゃんさん。よろしくお願いします。歯のアバターなんですかこれは。めっちゃ可愛いね、ハアバター。アリサ超能力、タコの素を入れていきます。おお。おお、 AKB で、そうです、 ST48 と言います。よろしくお願いします。それではタコの素を入れます。タコを作ります。え、そういえば、おきゆかさんの顎を触って、リカ姫さんが人気で、そうなんだ。ほんまに願いが叶う、顎なんですかね。顎なんですか？シンガーロングソングライターの、また、そうなんだ、なるほど。エキビグル大好き、おー、ありよかった、ありがとうございます。よかったら、みなよしありさ、よろしくお願いします。今たこ焼きを作っております。たこ焼きのタコを作ろうとしてます。粉を入れてお水と混ぜます。今から初見を、大ゆい。大ゆい、なるひさんは初見の詐欺で。初見の詐欺で、博多ご帰省さん、推しさん早いですね。 HKT さんのご帰省をもうしてるんですか。ありがとうございます。 ST48 広島県出身の峰吉ありさです。よかったら右上のハートを押してルームフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。倍増を、マジ、あ、トロちゃん、トロちゃんか。あ、なんか水が少ないかもしれん。水を増やします。かみってる、今日もかみってるね。まさかの水が少ない事件なので、水を増やします。よいしょ、タコさん、タコを作ります。タコを作ります。
アモーレか、アゴーレアゴーレはやばい。キャー、ちょっと粉が余りましたが、まあいいか、まあこんぐらいなら。はい、オッケー、タコの元ができました。タコの元ができました。粉から作った粉、はい、粉からできるタコです。よろしくお願いします。よいしょ、オッケー、こんな感じでタコの形ができる前です。今タコの形ってどこ、これだ、ありました。これをこれをまず切りますね。たこ焼き製作中。24日握手、行きそびれ、ええー、嘘。あれは24日、一部の日か、寝坊したな。寝坊したな。これをタコを8個作ります。おい、タコを8個作って。いきまーす。タコ、多分これをちょびっと取って丸めて丸めて丸めて、そういえばティッシュが今ないんですよね。この前お風呂でこぼしすぎてティッシュをめっちゃ使いすぎて今ティッシュ切れなんだよね。あ、なんかもう水が多すぎたかもしれん、入れすぎて。水、めっちゃ水っぽいんですけど。たこってまーす。お、あ、こんな感じ、タコに見えますか。なんかこれ絶対タコの形にせんでも良い系じゃない、これ絶対。ちょっと待って、これ絶対形崩れる、形崩れる。形崩れる。歯が切りしか見えない、確かに。もうこれ丸でいきますね。絶対これタコの形じゃなくてもいいやつじゃん。こんばんは。8個よね、1100cm ぐらい離れてタコに見える。お、マジ全く見えないっす。やめてください。お尻消えた、嘘、ありがとうございます。さっちゃんさん、めっちゃ可愛い、嬉しい、ありがとうございます、よろしくお願いします。絶対そう、生地の中に入れるやつやけ、絶対タコの形じゃなくてもなんでもいいやつよね、これ絶対。よいしょだ、うん、くったくった、うおと、ピンクのタコ、それな、めっちゃなんか不健康って感じ。不健康のタコです。 1,2,3 今4つ、あと半分。あと4つ作ります。めっちゃもう手がやばい、 やばいことになってきたやつだ。手がやばいことになってきたパターンです。1,2じゃーん。3、あー、めっちゃ遠いからライブに行けない。なるほど、全然全然。どこですかね、ちなみに。料理得意じゃないや、全然やったことないけど、やってみたら意外と才能発揮っていうパターン。ちょっと一個でっかいの入れてみよう。こんなにでっかいタコあったらどうしますか。梅みたい、もうタコどころじゃない。よし、オッケー、いいんじゃない、いいんじゃない。とりあえずあのパサパサのウェットティッシュを取り出してきます。じゃーん、パサパサウェットティッシュ、パサパ
そのウェットティッシュ。手が手がねちゅねちゅ。手がねちょねちょです。今あタコ取りに行ったね。めっちゃあれじゃない？初回の初めての出た芋スがタコでしたな。そういえば。よし。ウェットティッシュになるのにパサパサっていうね。ちょっと水をかけてみよう。こぼれませんでした。ありさマジック。そう、料理絶対向いてるんだよね。やってみたらできるんだけどやらないっていうタイプの人。あ、めっちゃいい。お、すごい。ウェットティッシュに水を含ませたらめっちゃ良い説。もともとウェットティッシュじゃないけど。パサパサティッシュ。オッケー。そしたら次の工程はマヨネーズの素を作ろうだったそうです。マヨネーズの素をトレーの図のように立てます。マヨネーズあった、これですね。マヨネーズの素ちゃんと書いてあります。マヨネーズの素と。よし、これを切るそうです。一線、切り取り線で切ります。お、ゴミが。ゴミが、じゃじゃん。ほっ、マヨネーズはどうやって作るかというと、袋の口を広げます。あ、なるほどね。お水をこの中にいっぱい入れます。こぼすなよ。ふっふっ。お、いいじゃないですか。水面張力はなりませんでした。入れます。いやー、これで混ぜるとマヨネーズの完成。という粉からできるマヨネーズでーす。表面張力か。表面張力。冷蔵庫にマヨネーズなあったっけな。あったっけな。おおー、なんかマヨネーズっぽく見える色になりました。見たらわかるよ、マヨネーズだ。いい感じにできてきました。ということでマヨネーズは完成。だからここで折り曲げるらしいです。ここで折り曲げておくらしい。 OK。 そしたらやっと生地を作ります。生地を入れます。そしたらこれをまず入れていきます。生地の素。早速生地を作ります。おおおおおおお、生地を作ります。アッキー牧場よろしくお願いします。生地の素投入。はは、はいけー。オッケーです。生地の素入りました。そしたら生地はですね、カップ、2回、カップ2回分らしいです。そこを間違えたらいかん。カップ2回分の水を入れて混ぜます。カップ2杯分です。いきまーす。よいしょ、いきまーす。いけー。ふう、いっぱい。うわー、たた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 た、入れすぎた事件。入れすぎた事件。こ
れた。やばいやばい、2杯以上入ったかもしれん。ちょっと待ってくださいね、混ぜてみます。ちょっと待ってくださいね。やば、今の光景見れました、見ました、映ってた、まさか。ギリギリ狙うから。それな、え、てか全然混ざりませんよこれ。めっちゃ水を弾く成分が入ったんかな。全然水と粉が混ざってくれません。水でてこする、それな。一回は入れすぎるよね。あ、でもいい感じだと思う。多分これが本来の量だと思うよね。もういいじゃんいいじゃん、割といけてた。割といけてたっす。髪伸びるの、はい、確かにめっちゃ伸びた、めっちゃ伸びき、びっ、伸び、伸び、伸びた。いい感じです。生地完成しました。こんな感じ、ドローン。こんな感じでわかるんかな。生地完成しました。そしたらですね、タコを、あ、そういうことか。だからこの生地をちょびっとずつこの中に入れていきます。そしてその後にタコを入れるらしい。それでタコを入れた上からまたかぶせるんかな。かぶせんでいいんか、もう。かぶせんでいいらしい。入れていきます。どんぐらい入れればいいんか全然わからん。どんぐらいずつかな。いけー。おー、足りるかこりゃ。足りんかったら足りんでいっか。超前向き。おっと、ちょっと待ってくださいね。ギリギリ足りるか足りないか勝負ってところです。おお、いいじゃないですか。いい感じに足りました。それ足りるか。よいしょ、ちゃんと足りるように量が考えられてありますね。 OK! おお、危ない。それでは見せます。あ、ちょっと待ってね。ちょっとでも見栄えを良くするね。じゃじゃーん、こんな感じで生地を入れました。この中にタコを入れていきます、突っ込んでいきます。ブニュンブニュン。もう全然タコに見えません、ただの丸なんで。え、絶対これはでかすぎたわ。これはやめときますね、入れるの。梅干しぐらいでかいタコ。そうするとタコが1個足りないので、これを小さくして入れます。はい、オッケー。そしたら手がまた汚れるっていうね、手が汚れる。あ、わなかの、そう、わなかのたこ焼きをね作っております。はい、オッケー。こんな感じです。じゃじゃーん、いいんじゃない、いいんじゃないですか。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、ないんじゃない。初コメスエちゃんかな、ありがとうございます。乾いたパサティッシュです、パサパサティッシュ。それではこれをレンジでねやらないといけないんですよ。なので
ちょっと置いときます少々置いときます。これを次レンジがいる。そうするとお次はソースです。ソースは、おう了解。このもう一個のトレーの分にソースの素を入れていきます。ソースの素を入れていきます。おさとさとさん、ハートありがとうございます。ハート、お腹のたこ焼きね、美味しいところですよね。食べてみたい。よし、行きます。やばい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 、あ、やば、めっちゃソースの匂いがする。すごいな、どうやってやったんじゃろ。めっちゃこの粉を入れるだけでソースの香りがプンプンします。よし、オッケー、オッケーです。よし、ではここにさっき入れそびねた一杯分の水を入れます。よし、これでソースも完成します。混ぜていきます。粉と水を混ぜるだけでできるソースです。じゃじゃーん、じゃ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 ん、じゃ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 ん、ヘイヘイ。わー、たんまたんまたんま、ちょっとたんま、おーセーフ。セーフ、床にはついてなかった。アリサの裸足の足にポツンポツンって。今足拭き取り中。大丈夫、ニャンニャンマーケットのマットにはこぼれてないです。イエーイ、セーフセーフ。あぶな、ヒヤヒヤするとこでしたな。よいしょ、とりあえずもうゴミは処理しとこうと。よし、いいんじゃないですか。これもいらんなもん。ほい、オッケー。それではソースを混ぜる続きちゃんと見ますね、これを。これを見ずにやったらああいうことになる。コメディアイだ。それな、でもあ、まあいっか、もうこれがソースだな。ソースできました、こんな感じ。ソースできましたので、よし、誰かを呼びたいと思います。おーい。これをレンジでチンしてくれる人、これはね、んー、あ、これだ。600ワットで30秒、よろしくお願いします。レッツゴー。大根、確かに、うん、服の白い粉、あー、これか、何これ。これは洗濯しないと取れないやつかもしれん。はいはいはい。600ワットで30秒すると完成。こんばんは、こんばんは。あ、タントさん、おー、横断幕ありがとうございます。いや、こちらこそ、そう、こちらこそありがとうございました。ちょうどね、その行く時に一緒にいたのでね、そう、あとね、そう、頼まれましたのでね、行かせていただきました。楽しかったです。楽しかったです。ひなこさんの横断幕
参加しちゃいましたちゃっかりと。ペコって30秒だぞ。サトピーさんの755で、え、返事が来た、嘘マジ。じゃあ755さ、この前消しちゃったんですよ。もう見ないかなと思ってマジ大事な時に755了解、覚えとくね、ちょっと覚えとくね、755里根さんの755マジか、タイミング悪し。そう、もう昨日さ、アプリをね、あの減らしててさもう755は見ないからいいかなと思って消しちゃったよ。早いじゃん、取れるかも。あ、マジ完成、じゃじゃーん完成しました。なんかクッキーみたいな匂いがするんやけど。おお、そう、アプリさ、アプリがめっちゃさ、気づいたら増えててさ、全然いらんのばっかり入れてたイエーイ。それではこの爪楊枝でさ、この裏返していきます。タコ丸見えだよ。そう、このまま温めたので、これを裏返して今いきます。今から丸を描いて、ちょん、おお、どうでしょうすごくない？見えますか？ちょっと全部やるね。楽しい楽しい、本物そっくり。うー、本物そっくりです。地味にいい感じよ、地味にうまいんですけど。これなんかもうタコがグミみたいやなタコがもうグミにしか見えん。いや、おっと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 、危ない危ない、あと2個。いや、いや、よっしゃー、じゃじゃーん、全部ひっくり返しました。あー1個落ちた、あれは面白い。じゃじゃーん、8個たこ焼き完成、完成でーす。返しとこういう差し上げる。ツーショット写真を乗っけてくれた、嘘、里根さんが、嬉しい、ありがとうございます。じゃじゃーんちょっと落ちたけどこれにソースと、忘れてませんか、マヨネーズもあるので、ソースとマヨネーズをどうやってつけたらいいんだつけたいんですけど、おお、ノー、おノー、こんな感じでいいのか。よいしょ、楽しんでます、普通に。今たこ焼きにソースを塗っております。めっちゃドバーと出ちゃったまあいっか、よし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 、いいぞ。それでは最後にマヨネーズ、マヨネーズをね、やっていきたいんですけど、どこを切ったらいいんだ、ここか、ここの端っこを切ってマヨネーズを入れていきます。おおおおお、なるほどね。おお、いきまーす。よーん、ふう、よーん、ふう、いいね。いいんか知らんけど、完成ティッシュがもうなくなってる。ウェ
がもうなくなっちゃった。よいしょ、片付けも終わりました片付けも終わりました。それではご覧ください。じゃあじゃじゃーんソースとマヨネーズが乗ったたこ焼きです。リアルじゃない？ちょっとこの周りの壁を切って、よいしょ、周りの、あーやばいやばい、ちょっと斜めになっちゃった。斜めになってしもうた。これを切って、いけー、できました。じゃじゃーん完成でーす完成でーす。どうでしょう、意外によくできました。写真を撮ります。これは送りたいと思います、メールでちょっとね失敗したんですけど、ソースを。それではいきます。はい、ポーズ、カシャ、はい、ポーズ、カシャ、オッケー。お、いいんじゃないですか。じゃあこれたこ焼き写真撮ったので後でメールで送りまーす送りまーすすいません、面白い。こんばんは、平継さん、こんばんは。美味しそうにできました、イエーイ。じゃじゃじゃーん、ホクホクたこ焼きでーすめっちゃ美味しそうじゃない？食べたいですか壁の飾りいいでしょ。じゃじゃん、よし、ここに置いときます。めっちゃいい感じにできた、やったーお味は確認しませんお味は確認いたしません。よっしゃった、オッケー。クオリティ高いよねそれな、びっくりしました。おめでとう。しないしない、絶対味を予想しますと、なんか最初の手触りはクッキーみたいで、でも噛んでみたらポリュッみたいな、多分食パンの耳みたいな味がすると思う食パンの耳みたいな。初見を、山ちゃんさんありがとうございます。じゃん、今日は初見さんがたくさんです。じゃじゃーん、 ST48 広島県出身のありちゃんこと三好ありさです。よろしくお願いします。イエーイ、よかったら右上のハートを押してルームフォローよろしくお願いします。イエーイ、作ったら終わり、もちろんもちろん駄菓子職人や、ほんまに。イエーイ、昨日の握手会いなくて残念。嘘、何部ですか？アリサ昨日5部でした5部ワンセット1000円、そう1000円ぐらいでねご提供させていただきます平継さん小包ありがとう、ありがとう、こんばんは、声かわいい、ありがとうございます。山ちゃんさんありがとう、7195人に増えた、おー、フォローしてくださった皆さんありがとうございます、ありがとう出発進行、出発進行、カフェたこ焼きこれでいいなら、これでいいならお高いそれな、タコこねてるとき焼いちゃう確かに。755でツイートしとく、ああありがとうございます。あとで755も入れてアプリでも見たい味見しないよ味見はね、味はご想像にお任せするね絶対お菓子のたこ焼きだから、そう、まあめっちゃ美味しいとはならんと思うけど仕事終わった、お疲れです、お疲れです。
タコパね、本物のタコパがやりたいです。お久しぶりに。はい、公園で言ったらどうなるん。うい。スタッフが美味しくいただきました。そういうことにしますね。チャラーニでいっか、食べるのは。チキチキなら売れるよ、チキ。確かに。ラムネ、ラムネはね、お風呂だ。お風呂だよ、ラムネといえば。大阪でタコセン食べました。いいね、タコセン。冷凍だこ焼き持ってきてくれ、かほちゃん。かほちゃん。あれで違った。サイドポニー、サイドポニー。あるよ、ゴム。サイドポニーはしたことないな。横よね。じゃじゃーん。似合う。やったことないサイドポニーなんか。こんな感じ。面白い。似合わんやろ。見てください。じゃじゃーん。真っ白。よう意外それな。めっちゃゴム持ってますよ。こんな感じ。なんでこんなことになるやろ。いつもアイスとか結んだらご飯みたいな。絶対似合わんじゃんこんなの。どう思います。買いすぎません。なんか出てきた。落ちてきた気が。全然似合わんすぎてびっくりやない。めっちゃ可愛い。絶対嘘だ。絶対もう一個あった方がバランス取れるじゃん。なんで一個しかないわけ。あ、これがいいの。なるほど、筆。確かに習熟できそう。ウィーン。あまりの毛が出てきた。下から。イエイ。今日はサイドポニー。ここでもう一回結ぼう。ピョーン。ピョーン。あ、低めの方が良かった。なるほどね。絶対もう一個あった方がバランス取れるじゃん。まっすぐ歩きなさそう。面白い。おたまじゃくし。あ、確かに。おたまじゃくし。なんか音符みたいじゃない、ピョーンみたいな。音符だ。今来ました。おお、焼肉岩のしげちゃんさん、お久しぶりです。やっほー。馬は横から。確かに。確かに。もっと高くはやばいやろ。もっと高く。髪の毛じゅあちゃん、ありがとうございます。じゃやん。もぼみの写真、あ、いいね、送るね。お久しぶりです。どうも、いわちゃん。たこ焼きが。てってってって。面白い。イエーイ。オッケー、じゃあメールで送ります。お楽しみに。お楽しみに。昨日めっちゃ楽しかった。ゆきゆきちゃん、ありがとうございました。みゆみゆきゆきちゃん、ナイスです。みゆみゆきゆきちゃん、公園これがいい。マジか、マジか。パリコレ、パリコレはやばい。パリコレのね、そう、テレビ番組があるんだよ、知ってる。パリコレなんだっけ、パリコレオーディションみたいな。そう、それで地メイクしてから落とされるみたいな。テレビ前見た。前見たんですよ。さすがって感じでしたな。感想はさすがって感じ。以上。たこ焼きはポン酢だ。そうなんや。めっちゃ可愛かった。ありがとう。動画リピートする。嬉しい。見てください。ありがとう。おい。ありがとう。
楽しみだな。髪型髪すぎる、ほんまに言ってますか、絶対嘘でしょ。じゃじゃん、これが髪すぎたらどんなことになる。瀬戸コレいいね、瀬戸内コレクションみたいな。友達コレクションじゃんそれ。友コレや、瀬戸コレ。瀬戸内コレクション、瀬戸コレいいね。ガングロで、ガングロってちょっと何の絵の具でやるんか、絵の具なんあれ。あの黒いのどこに売ったんあんな。かわいすぎてない。イエーイ、よしま、一人だけだね、 ST でも。その髪型はそうだね。見たことないな。おしましできました。おお、のんのんおた、お二人の活躍をポイシュします。ありがとうございます、きくちゃんさん、ありがとうございます。よかったらよろしくお願いします。みねおしありさ、奥本ひなの、よろしくお願いします。イエーイ、嬉しい、ありがとうございます。またね、あのそう、お泊りしようとか約束はしたのですが、いつできるかわからないです、楽しみでも。墨汁。やば、クロク、え、じゃクリロサさん、初見ありがとうございます。クリロサさん、じゃん、 ST48 広島県出身の14歳、ありちゃんことみねおしありさです。よかったら右上のハートを押してルームフォローよろしくお願いします。イエーイ、クレロサさん、クレロサさんですね、よろしくお願いします。ルームフォローお願いします。日焼けサロン、あーなるほどね。かわいい、やば、うお、かわいいな、嘘、ありがとうございます。びっくりしてるのは私だけ。23日サイドボディ絶対やりません。絶対やだよ。これはショールーム限定にしとくね。みねこれ、食、食虫、食虫植物、食虫物なんだ。食虫物、確かに。ツーショット、あれちょっと撮った。おお、親から、面白い、そんなことないよーですね。そんなことないよー。美白目指してます、それな。アリサを目指してますよ、もう今冬というか寒くなってきたからさ、もうガンガン白くなれーって念じてますね。そう、夏に日焼けした分を戻れーってな感じで念じております。今真っ最中、カホちゃんぐらいにはなりたいな。カホちゃんと同じ色になりたい。埼玉に、そう、どういうこと、どういうこと、ST はアリサだけしか興味ない。おお、その言葉は嬉しい。嬉しいです、ありがとうございます。ハエとか食べるじゃん。やば、頑張ったら食べそう。後ろに、そう、ピンポン、あ、見えますか、全然映ってなかったのに。そう、正解です、ここに飾ってます、サインをね、いただいたので飾っております。こちらの本、こっちの方のあかりんさんの分も、じゃーん、ちゃっちゃちゃーん、ちゃっちゃちゃーんですね、もらいました。イエーイ。イエーイ、大磯で焼けた、あー大磯ね、大磯暑かったな、そういえば。親子ショット、親子ショット、撮ってほしかったのに、激しいちょいだね。確かに壁と違いが、いや、それはいいね、コピー用紙ぐらい白くなりたいって誰か言ってなかったっけ。ユミリの一人暮らし部屋、え。
いっちゃんハートありがとうございます。東京からだけど応援してるありがとうございます。かないさん、かないせんさ、せんさきちゃんありがとうございます。お、1万人突破、おお、いつの間にか1万、95人の皆さんありがとうございます。ありがとう。ゆかちゃんもやっと見えた、あ、見えたここにちゃっかりと映ってないけど神棚にはあかりん様とツリーツリー LINE 交換早それな、あと1ヶ月後に行けたら行けたら、そうも確認してます。あかりんさんは3部が休みで、アリスは5部でした。握手会、さて行けるのでしょうかじゃんけんの約束は気が早すぎんかそれは LINE 交換できて、そう近づいてきたらにしようかな近づいてきて、でも組みたいですね、組めるもんなら気が早すぎるアリコ T シャツください。おお、ありがとうございます。ありがとう名探偵アリサ名探偵アリサまたやりたい、あの服めっちゃお気に入りです。お気に入り。迷宮サラダにカメムシ、マジか、やば1万人突破記念何かしよういやいや何します。でも目標はですね、ルームフォロワーさんを7777人にするってことなので、よろしくお願いします。皆さん今年中いけるかな、あと1ヶ月ぐらいなんですけど、7777人フォロワーさん目標なので、皆さんフォローよろしくお願いします。あとツイッターの拡散もよろしくお願いします。ワインテール、ワインテールあかりんさんと一緒にお仕事できるのはもう夢の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 夢ぐらいです。やばー、ジンパン背中のジンパン、ふいっとっとっ、それはにやけが止まらんな嬉しすぎる。 LINE 交換できたとして最初何言うからかがもんな、あーそうよね、最初はどうする、スキピにしようかな一言スキピ、みんなでゆかちゃんの顎はそう、マイハッチと言ったよマイハッチと一緒に行った、そう、それでアリサが撮影したのお団子ヘア、お団子ヘア斜めでこんなことになるんですけど、バランス悪っ悪っ。おー、今から仕事だった、お疲れ様です。いすい、ノーエマン、ノーエマンね、どんなのだったっけ、トゥッ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 トゥ、これ難しいよね、四角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 、トゥッ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 トゥ、この四角を作ってください。トゥン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 。これめっちゃ練習せんときんよ。こう下向けて押して戻す。トゥン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 って。TikTok でありそう。こんばんみ。握手会で着てた服がかわいく、ああ、似合ってました。ありがとうございます。探偵っぽかったでしょ、名探偵みたいな服でした土曜日ありがとうございました、わら。あと380人ぐらい、おー、380人、1ヶ月でいけるかどうかチャレンジですいけるか、それまでフォローしないで待ってないよ、いやいや、フォローしてください待たなくていいから。ダイソーで直江マン、やばやば、一言目からない何がおすすめ、一言目は何がいいかなうよ、何があってもへこたれない、何があってもへこたれない、おーい、何でもない、何でもない、何があってもへこたれない、ふんっていうね夢力はこう、夢力はそう、こういうやつ、トゥントゥトゥン、指力は簡単じゃん、トゥントゥトゥン、こうするだけや、ノーエマはトゥ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 手がどっか行きそう難しい、
撮影みんな一緒にされたけど、あいつがそう、でも名前載せてくれただけで嬉しいです、めっちゃ。だってもう総選挙総選挙もう速報1位様の速報1位様のツイッターのアカウントに私の名前が5文字、私の5文字の名前が載ったんですよ。やばくないですか？それだけでもうさ、やばすぎます。なんでもないって曲あるよね、嘘嘘。夢力うまいですよ、夢力簡単や。ショルムフォローしてありがとう、ネタですやん、フォローしてる、ありがとうございます。昨日だけ握手できなかったとか言えてたついてるサマリーこう夢力この2個箱ダンス上手。おお、ありがとうございます。あかりさん、その曲聴いてるよ、もちろん歌えるよシンキングタイムカラオケやりたーい。腕絡みまくる、腕絡みまくるか腕絡みまくる、やばみが深い誰、やばみが深い、有名人やないよ全然。もう速報1位様のツイッターに峰吉ありさの漢字5文字が乗っかったってだけでもう嬉しすぎることですな嬉しすぎることだ、いい名前だないやありがとうございます。画数が多くてねびっくりするよね最初見たらフルネームなっててびっくりするあれな、嬉しいですゆかちゃんスキピマンです、顎の願い事のおかげだねそう嬉しい、またもう触りに行かないとね。そう、絶対に絶対にね、あれワイパーワイパーって車のワイパーダンスですよ。そう、絶対に絶対にワイパーワイパーワイパー面白いっしょワイパーダンス。今度動画でピザ力、ピザピザ力か、ピザ力だそうぜ、このやつよねトゥ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 、いいねピザ力。他のメンバーには悪いがマジで、おお、ありがとうございます。カタカナスイスイ、サイドテールの角度好きかなこの角度がいいんかな、もうちょっと低い方とか高い方とか言われたんですけど、これもいいよね別に出てよかった、ありがとう突然それな、本屋で峰吉有沙の名前見つけて嬉しいもん、ありがとうございます。本屋にある名前のんのん会えたよ、のんのんとひなの、ひなのじゃないのんのんはひなので、ひなこ、ひなこも会えた、会いましたのんのんって呼ばないもんだってひなのーって呼ぶよね。後ろ縄橋しごにはあんたが縄、あ、そう見える、すごいねこれです、なんかめっちゃ可愛いねこれ、どこで見つけたんやろ、分からんけどめっちゃ可愛いでしょ、見えますか、アップにしたら分かるんか、すごすごい、一発では出てこない、そう出てこない、愛になしに三ずいに少ないって覚えてくださいねミネはよく間違えられるんですけど、なんか横に横に山がつくミネあるじゃないですか、あれじゃないのでね、よろしくお願いします。ミネは上に山がつくシンプルなやすっきりした方ですこっちに山があってこっちになんかあるっていうやつじゃなくてそこも間違いやすい、間違いやすいですあ、そう峯岸みなみさんと同じ峯で、よしは吉田あかりさんと同じよしありさは愛になしに三ずいに少ないです、よろしくお願いします。愛になしに三ずいに少ないって覚えてくださいあとね、知ってますか、あのよしがさ、なんかさ、よしがなんか初めて気づいたんですけど、下の方が長いよしと上が長いよしがあるんですけど、ありさは下が長いよしらしくて、
そう、なんか全然もうどっちでもいいんですけど、どっちでもいいじゃんって感じなんですけどね。でも全然プリントとかに名前書くときはもう上が長くなってる。であと変換もそう、上が長いやつしか出てこんよね。そう、上の方の線が長い方しか出てこないんですけど、でもあかりんさんもね下が長いよしらしくて、なんで知っとんだっけ、なんかで見たんですよ、なんかで吉田あかりって自分の名前を書いてるときに下が長かった。一緒やん、下が長い、そう下が長い、うえっと携帯が落ちた、よしがあるんですよ。なんとかな、うん、分からん、まあどっちでもいいんですけどね。だって下が長かったらちょっとブサイクですよ。そうです、これです、これらしいけど、なんかブサイクやない、形的に。こっちの何に基地とかの基地のこっちの上が長い方がかっこいいので、こっちで大丈夫です。なんか卒業証書の時にね、そう、あの小6の時の担任に聞かれてね、そうで調べたっていうやつですね、調べたら下の方が長かったっていう。辞書登録した、ありがとうございます。吉野家と一緒、あ吉野家、あー確かに下が長いっけ。愛リサって言うから、いいね、愛になしに3000に少ないで出てきます。かっこよさの問題よ、ほんまに細かい気がついてね。わかる、わかる、一文字だけでも同じ漢字が入ってるってだけは嬉しいです。嬉しいです、同じと運命やな、運命ですね、運命です、運命感じます。まさに大吉の層は吉です。ミネヨシアリサミネヨシアイナシ、さあ覚えてください、よろしくお願いします。ナシはうまい、確かに。それはそう、広島といえば、広島といえばミネヨシですね、ミネヨシさん。奥本さんは広島県代表ですね、広島の代表です。たくさん間違えられる、そうなんだ、覚えました、よろしくお願いします。4つ中3つ同じだ、それな、すごいよね。福かよしかの問題よね、すごい羨ましいな。羨まです、山。でもアリサっていう名前はお気に入りなのでね、嬉しいです。アリサお気に入り、あーアイリさん、谷川アイリさん面白いよね。なんの昔からパリビ、うん、あんな感じよ、でもずっとずっとね、めっちゃテンション高い感じ、テンションがおかしい感じ、アリサと似てるかも。テンション、あもう40、あと3分ぐらいしかなかったです。それではそれではキャッチフレーズを焼きますね。キャッチフレーズをいきます、じゃん、アリちゃん推しになるのはアリアリアリサ号出航、はいはい、ありがとうございます。中学2年生のアリちゃんことミネオシアリサです、よろしくお願いします。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローよろしくお願いします。イエーイ、ルームフォローお願いします。キャッチフレーズ焼きますって言ったな今。謎だった自分でも、イエーイ、ありがとうございます。ギフトがなんか途切れた気がする、佐藤さんさんと平塚さんといっちゃんしか表示されてない、すみません、すみません、ありがとうございます。ギフトその他にもくださった皆さん。ありがとうございます。それではランキング13位パッチさん、12位平野雄一さん、11位よしたるさん、10位ひでじろうさん、9位ひでさん、8位ひとりごとさん、7位キングちゃん、6位横道に添えた男さん、5位ビッグウェブさん、4位コロコロさん、3位キズナックさん、2位博多ご帰省推しさん。そして1位は、1位は
ゆっきゅんです。おめでとうございます。ポチッとな、ありがとうございます。イエーイ。ちはゆっきゅんでした。ありがとう。お、パッチさんもありがとうございます。だるまたハートありがとう。おめでとう。HKT さん5期生さんがもう発表されたんですか。おお。どんどん新しい風が入りますね。どこの人が言ったやって感じだけど。あ、昨日で終わった時だった。ありがとう。配信来た方、ゆきゆきちゃんありがとうございます。またみゆみゆきゆきちゃんで握手会待ってます。ミネオシ全国に110人めっちゃおる。びっくりした。110人もおるんですか。この配信一番楽しい。ありがとうございます。また来てください、ぜひ。よろしければ。どんな体感がないの、これ見せたらぶっ壊れるんですよ。そう、これすぐぶっ壊れるんで。じゃーん、こんな感じです。ミニミニドラム800円。800円、いいっしょ。みゆみゆきゆき、すごい最強。わっしょいわっしょい、ありがとうございます。ぶっ壊れんかった、久しぶりに。それではまた明日、ありがとうございました。わいちゃらぽーい。ありがとうございました。また来てくださいね。あ、1万人突破ありがとうございました。イエーイ。また明日、わいちゃらぽー。